富山市総合体育館は、富山県富山市港入船町に所在する体育館である。2000年富山国体に向けて、旧富山市体育館を建て替える形で着工され、1999年に完成。その年に開催された1999年、ワールドカップバレーボール以降、2015年現在まで連続して同大会の B サイト会場となっている。 また、B リーグ、富山クラウジーズのホームアリーナである。その他に、V リーグのプレミアリーグの試合など、様々な競技会が開催されている。2018年7月21日には、プレステージインターナショナルプレゼンツ TGC 富山2018 by 東京ガールズコレクションが開催された。富山運が関水公園に隣接している。富山市単育館は、 富山県富山市牛島本町に所在していた体育館である。鉄筋コンクリート3階建て、延べ床面積が約7500平方メートル、6000人、収容。富山国体開催決定に伴い、1958年4月に着工され10月15日観光。国体では体操競技の会場として使用された。 国体終了後の24日に観光披露式が行われ、式典後には公開演技を披露。29日には初のイベントとしてプロレス国際王子会を開催した。東体育館では様々なスポーツイベントが開かれ、プロレスではジャイアントババ対アントニオイノキの初シングル、プロボクシングでも世界タイトル戦が開催されている。また、 昭和37年度から平成3年度までの富山市成人式の会場としても使用された。1981年にはトレーニングセンターも新設された。その後2000年と山国体開催が決まったものの、東体育館は老朽化したため、新体育館建設に踏み切り、富山市総合体育館として完成。これに伴い、東体育館は牛島体育館に、 名称変更し、2000年と山国体を見届けて解体された。ありがとうございます。